オールボー空港は、デンマーク王国北ユラン地域オールボーに所在する、軍民共用空港。空軍基地としては、オールボー空軍基地となっている。飛行場は1938年5月29日に、オールボーナーアソンビュー、コッペンハーゲン間を結ぶ、定期路線のために開設される。第二次世界大戦中の1940年4月9日に、 ナチスドイツ軍による空挺作戦で占領され、翌10日には約50機の輸送機が飛来し急速にドイツ軍が展開した。戦後、イギリス空軍が占領し現地にあった約270機のドイツ軍機を破壊し、ドイツ人とポーランド人を収容する難民キャンプとして利用された。1946年1月1日にイギリス空軍からデンマーク内務省に移管され、 1947年からは民間空港として再開した。デンマークの北大西洋条約機構加盟に伴い、1949年から基地施設の建設が始まり空軍基地としては1951年1月8日に開設される。2006年1月10日にデンマーク空軍第723飛行隊と第726飛行隊が解体され、配備されていた。 F-16 戦闘機は、スクリューズストロップ空軍基地に移転している。ありがとうございます。